うちはもう延期できない。発売前日。ふぁ、歩いた歩いた。いよいよ明日発売か。なんだか実感湧かないです。何言ってるのよ。月末エロゲの日に向けてどの店舗さんも大忙しだったじゃない。それはそうなんだけど、自分が書いたものが店頭に並ぶってやっぱり不思議な感じだもん。夢を見てるみたい。ま、エロゲ界隈なんて実際夢見てるようなもんだよ。性癖さらす勇気があるやつが死ぬ気で作った作品を、性癖受け止めるガッツがあるやつが本気で受け止める。毎月末にお祭り騒ぎ、性癖と性癖のぶつかり合い。毎回毎回アホみたいに楽しいんだよ。夢ありすぎでしょ、エロゲ業界。社長、いいこと言ってるっぽいけど、すっごい目立ってるからやめてください。さやかさん、私感動しました。私エロゲ業界に骨うずめます。おー、よく言った。その覚悟があるやつにうちの弟を譲ろうと思ってたんだ。何それ。そんな特典があるなら私はハーデスに一生ついてく。あの愛ちゃんにそこまで言わせるほどの特典になるとは。弟くん、恐ろしい子。それはそれとして、私も弟くん欲しい。予約前金全額払うから私にちょうだい。明日発売なのにこんなドタバタのままでいいのかな。